ここがロビーエントランス。まだだいぶ工事中だね。ロビーなんてどうでもいい。ステージが見たい。今機材入れてるとこだからホールには立ち入らないでくれって工事の人が言っていたよ。ここに来た意味がないな。2ヶ月もしないうちにここで働くんだ。見ておいてもいいじゃないか。必要ない。前の店と何も変わらない。変わらないってことないだろう。モクレン、前より全然広いし、なんかこう金がかかってるって感じがする。虚栄もまた真実の一つの側面だ。そりゃそうかもしれないけど、なんだかピンとこないな。少しよそよそしい。こぼれて落ちた砂を集めるか。同じ砂浜にはならないが、砂浜であることには変わりない。ああ、毎回真の言うことよくわかんない。前より豪華で変わったように見えるかもしれないけど、ここがスターレスという名のショーレストランであることには違いがないってことじゃないかな。ああ、なるほど。あれ、あんた誰？黒曜と林道のお客さんだよね、確か。なんだよ、もう来ちゃったのかよ。まだできてねえからうろちょろされると困るんだけどね。まあいっか、どうせすぐ決着はつくんだ。決着？どういうこと？いやさ、せっかく3チームになったんだから、いろいろ盛り上げてこうかと思ってな。チーム総売上バトルとか、キャストランキングとかさ。チームバトル？キャストランキング？スターレスには儲けてもらいたいのよ、俺も。儲かったら貢献した連中にバックしてやりたい。そのためにはどこが誰が貢献したか見ときたいわけ。ホストクラブ勝っての勝手なことばっか言ってんなよ。自信ないなら抜けてもいいんだぜ。ああ、魂の価値はその色ではない。自らの道を歩むがいい。他人には好きに語らせるがいい。え、あ、お、お、え、なに、なに、え、ほんと、死んだっけ。あんたって妙なことばっか言うね。そんなんが客に受けんの？ステージの評価はランキングだけでは測れないということですよ。あなたがオーナーの長谷山さんですか？え？何言ってんだよ。お前キャストじゃねえだろ。お邪魔してます。見学者兼キャスト希望というところですね。ああ、そういうこと。まあ、何でもいいけどね。ここの仕切りはケイに任せてる。あいつがいいって言うならキャストでも何でもなれば。ありがとうございます。そんじゃ工事の様子見て帰るわ。あ、見送りはいらねえぜ。なんだか口出ししてすみません。いや別にいいんだけど、キャスト希望なの？一応ね。まだケイって人に会ってないから今はただの見学者。お前は外来者で終わるつもりがあるのか？そうじゃないといいなとは思いますけどね。もうそのつもりだろ。そう見えます。お前の魂はどこまでも不透明なのだろう。透明であることが必ずしも良いとは言えないでしょ。なるほど、覚悟はあるようだ。真の会話に 100% ついていけるやつって俺初めて見たかもしんない。そう？彼の言葉って分かりやすいでしょ。全然。なあ、名前何？ああ、高見と呼んで。スターレス風に言うならね。演出家のミキさんたちとうちの父が知り合いで。ミキさんたちの二人のことを知ってるのか？最近のことはわからない。連絡が取れなくなったから様子を見に来たってところ。それで黒曜と林道が新しい店に呼んだのか。わかるな。そう思わない？なんでストレッチしてんの、モクレン？暇で。一日動かないと体もなまるし。バックステージはもう工事終わってるって話だ。レッスン場も使えるって。よし、行こう。高見、早く来い。え？俺が？お前結構踊れるだろ。それなりにとは思ってるけどね。そういう謙遜とか全然いらないんだけど。
またそうやって悪気なく喧嘩を売る。売ってない。そうだね。君は自分に率直なだけだ。あは、俺は気にしてないから、そちらも気にしないでいいよ。私は気にしてない。行こう。ごめん、こういうやつなんだ。ダンスバカで。本当に気にしないで。誘ってもらえるのは嬉しいしね。喜んでお付き合いするよ。シンでしたっけ？あなたもどうです？遠慮して。シンもやるだろ。銀星は拒否権ないから。ちょ、俺はKのところに手伝いに行くつもりだって。木蓮のスイッチが入ってる。抵抗は無駄だと思うけどね。仕方あるまい。流星は空を駆けるのが自然の摂理か。マグロの方が近い気もするけど。さすがだな。ちょっと、いいこと言ったつもりじゃないから納得しないでくれないかな。おい、モクレン、襟引っ張んなって。モクレン、それじゃ銀星の首が締まっちゃうよ。大丈夫、そんなヤワじゃない。効率を重視するなら引っ張るより担ぐ方が正しい。やめろってば。もう下ろせよ。抵抗しないから。おい、早く下ろせ。思ったより賑やかだね。